んどうも、橋本でございます。前回続きまして、ショスタコーヴィチ交響曲第12番、今日から第2楽章の解説に入ります。第2楽章はラズリーフという副題がついており、これはペトログラード北部にある湖のことを指しており、レーニンがここで革命の計画を練ったことに由来しています。そのためこの曲もゆっくりしたテンポで、かつ重苦しい雰囲気で書かれています。ベースパートは低い音域が中心なんですけれども、かなり左手が複雑な動きが要求される箇所が出てきます。でその点はポジションに重点を置きながら、で長いフレーズはボーイングに重点を置きながら解説していきたいと思います。1回目の今日は冒頭から40小節目までを解説しています。冒頭はアレグロのテンポとなっていますが、これは第一楽章から切れ目なしに続いてその断片が残ったものであり、実際は6小節目からのアダージョが第二楽章の開始のテンポになります。最初のピッチカートはそのままのテンポで入りますので、ポジションはお好みで構いませんが、Dは先ほどアーセンで押さえて取ったんですけれども、開放で取っていただいても構いません。早速ポジションなんですけれども、一見すると難しそうに見えるんですけれども、途中に出てくるアーをすべて開放で取れば、ハーフポジションを使ってすべてまとめて取ることができます。2小節間を弾きますと、もうハーフポジションですべてまとめて取ることができます。で8小節目もアーとデーを開放で取れば、ハーフポジションでまとめて取れます。ここまでよろしいでしょうか。で9小節目なんですけれども、ここはアーセン1本で取っていただきたいと思います。チス音2でデーが出てくるんですけど、ここはアーセンで押さえて取って、第2ポジションで4で取る形になります。8小節目から通しますと、に取っていただきたいと思います。2分の3拍子になります10小節目のピッチカートのポジションですが、リス、アイス、ヒスになりますので、これは第一楽章に出てきました S、B、Z と全く同じ音になりますので、ポジションはハーフポジションでまとめて取ることができます。で6拍目で地図が出てきますので、ヒスから4、4と移っていただいても構いませんが、もうまとめて取りたいのであれば、あえてヒスで第一ポジションに移ってで、2、4とまとめて取っていただいても構いません。11小節目のボーイングは12小節目をダウンで入りたいため、最初はアップから入っていただきたいと思います。ここまでよろしいでしょうか。で13小節目は9小節目と同じ要領で、アーセン1本で取っていただきたいと思います。ここまでよろしいでしょうか。で14小節目のポジションは D を第2ポジションでアーセンで押さえて取って、次のハーを1で取ります。で3拍目も D が出てくるんですけど、ここは開放に移って、で次がハーと S が出てきますので、ハーフポジションでハーを2、S を1と取っていただきたいと思います。もう一度いきますと、少しややこしい動きになるんですけれども、このように取っていただきたいと思います。15小節目のボーイングは冒頭6小節目と同様に、ダウンから入って、あとは弓順で弾いていただきたいと思います。この3小節間は全く同じ形になります。で18小節目のポジションもアーセン1本で取るんですけれども、ここは第2第3の中間ポジションを使うとまとめて取ります。チスを1でチスを2、1と取った後、次の S、Dを4、2と取るとまとめて取ることができます。もう一度いきますと、ここはこちらでまとめて取っていただきたいと思います。19小節目以降のポジションですが、19小節目は第1ポジションで、20小節目から25小節目はすべてハーフポジションで、最後26小節目は第1ポジションで、それぞれまとめて取ることができます。19小節目から通していきますと、
中に出てくるゲー、デー、アーを全て解放と出れば各小節まとめて取ることができます。で、27小節目のピッチカートはここは同じくディス、アイス、ヒスになりますので、ここは堅実にハーフポジションでまとめて取るようにしてください。31小節目、32小節目は6小節目、7小節目と同じ形になります。で、37小節目からのポジションなんですけれども、ここは第1ポジションからスタートして F、A を21で、3つ目の D は解放で、ティス、D をアーセンに移って、この D はアーセンで押さえて4で取っていただきたいと思います。4拍目のハー、ティスを第1ポジションで1、4と取ります。37小節目はこのような形となります。で、38小節目はハーフポジションでまとめて取ることができます。ここはこのように取っていただきたいと思います。そしてボーイングなんですけれども、先ほどダウン、アップ、それぞれ一読みで弾きましたが、38小節目、3拍目からのクレッシェンドをもう少し出したいとなれば、逆読みから入ってアップ、38小節目で200単位で返してダウン、アップと弾いていただいても構いません。で、39小節目はダウンから入っても弓順で弾くようにしてください。この2小節間もハーフポジションでまとめて取ることができます。はい、今日は短いですけれども、ここまでとさせていただきます。ポジションに関しては開放弦を有効活用したり、あるいは9小節目のようにアーセン1本で取るなど、左手の動きを極力抑えたポジションで説明しましたので、慣れない方もできるだけこちらのポジションで練習していただけたらと思います。第2楽章1回目の解説はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。解説動画の質問、リクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。合わせて高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回。